丈夫そう？大丈夫よ。どうする？何か？これからの、今からの撮影の流れ。え？どうするって？もう、思い浮かんでるの、編集とか。まあ、どうにかなるでしょう。ペロペロペロ雷すごかったね、もちまでちゃん。もちまめちゃん、雷すごかったね。怖かったでしょか。気にせず寝てたね、あんたね。腰気をつけて。うん、腰やるから。うん、うん、泣く。あと何が欲しい？一個、一個選ぶ。待って、どうしようかな。でもなんかさ、文字だけっていうのもさ、うん、寂しくない？あんまり文字だけのやつ作るのなんかある程度でいい気がする。あと1個くらい、うん、そう、あと1個がいい。嬉しいじゃん。嬉しい、楽しい、うん、うさぎ、うさぎ、アザラシ、犬、ゴイン。見て見て、もちまる見て、ほら、よし、もちまるを見て、はい、ほら、もちまるを見て、見てるよ、もちまるを、かわいいもちまるを見て、うさぎ、アザラシ、犬。ちょっとやめて、かわいそうとか。おもちゃにしないで、もちまる。どうしようかな。なんか、探す？動画。動画？なんこっちの話、どういうこと？なんかほら、他の人がさ、どんなの作ってるか。参考にしてみる。そうだね。いい？見てみなくていい。ん？見てみなくていい。あ、じゃあ見て。めっちゃ俺の手カミカミしてくる。俺思えば。でもまあ強く噛まないからいいよね。うん、うん、分かってんのかな。そう、俺の手をすごいカミカミしてくるんですよ。ほらほら、よくない。甘髪だからまだいい。かゆいね、歯の抜け代わりだからかゆいね。手がね、手じゃねえわ、歯がね。あんた今日も、あんた今日も食ってたね。おいしいの、おいしいのね。おいしいよね、うん、ほら、すごくない？発作が起きるんだよ、ね、発作が。足をつかせてこれればいいんだって。まああんま良くないんだ。そうなんだ、腰にね。ダメよ、わからないよ、そんなやったって。わかるわかる、わかんないな。もう興奮しちゃったら言うこと聞いてくれ。そうだ、もちまる、もちまる、おさりね、何食べる？おさり、何がいい？何食べようかね。何食べたい？担々麺かな、やっぱ。担々麺ね。うん、食べたい。よい。よいよ。冷凍の担々麺でいい？あ、でも冷凍も美味しいよ。なんかあるよね、今さ、美味しいやつ。うんうんうん。なんか、鍋に入れてさ、もう温めるだけのやつとかさ。うん。あれ便利よね。美味しいしね。いやー、もうなんか、最近あれよね、なんか
めっちゃ食ってる。やべえ。いいじゃん、別に。不健康なわけじゃないんだから。でも、食欲がない時なんてないもん、俺は。大丈夫だって。もうね、俺くらいの年になるとね、食べれなくなってくるから。量が。あ、でも、うん、量とかは、うん、量って違うよ。食べ物の量だよ。うん。お昼しの。食べ物の量、量は少なくなってきたかもね。うん。うんうんうん。まあ、30代とかになったら、ね。怖いな、ちょっと。うん、元気になってきたね、この時間ね。今日ね、雨だからお散歩行けないもんね。明日行こうね。明日、晴れなんだって。じゃあ、いいから、かませない。どうする？もうそろそろ動画撮るよ。そうね。うん。ちょ、これだけ完成させるわ。ああ、いいよ。なんだっけ？何、どうしたの？何、今一瞬可愛さアピールしたの？ねえ、びっくりしたね、今ね。可愛さアピール気にしてくるから、どういうことよ？じゃあテーブル、どかして。待って、ええ何もう回しといたよ。はどういうこと？だってほら、いろいろ使えるかなと思って。何を使うの？だってほら、未公開シーンとかさ、そういうので使えるかなと思って。まあいいから、金取ろいいから。え、どういうこと？何え、何、画角変えるの？え、ここでいいの？あ、よくなかった。まあ別にいいっちゃいいけど。うん。だったらほら、いつもの感じで。じゃあはい。並んで。オープニングから行こう。じゃあ。うんうんうん。はいはい。はい。じゃあ行くよ。はい。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。今日です。少量です。はい、というわけで今回はですね、翔ちゃんにドッキリを仕掛けておりました。ねえ、もちまりちゃん。はい、え、今回の、何のドッキリ？はい、今回の動画なんですけれども、翔太は指輪を外していたら気づくのか。翔太は指輪を外していたら気づくのか。ドッキリです。久しぶりの。いや、気づかねえよ。やってみましたけれども、気づかないね。え、気づかない、気づかない、気づかない。すんごい、俺アピールしてなかった、これ。こうやって。え、してた？全然見てないや。ねえ、もちまるがすごい噛んでくるんだよね、とか言ってさ。うん。すごいアピールしてた。ねえ。いや、気づかないな。やば。大事？まあ、人それぞれね。うん、あるとは思うんだけど。俺は気づくかな、気づかないかな。気づかないな。いや、でもね、たまにやっぱあるのよ。あの、俺仕事柄さ、うん、あの飲食店だから、うん、仕事中指輪できないからさ、はい、あの外しとくんだけど、帰ってきた時にさ、あの付け忘れてて、あの翌日とかにね、あ、忘れてたってはめるときあるんだけど、うん、そういうときも気づかれたことはまあないんだよね。いやー、気づかないかも。ね。だから今回動画でカメラを回して、わざとね、うん、あの、ちょっと外してみたら、どういう反応するかっていうのをちょっとやってみたんだけど。いや、別やべ、みたいな。いや、なんかその、なんかあれ違うよね。別にこれでさ、うん、なんか愛がないとかそういう話にならない。あ、そういう話じゃないよ。だってさ、結婚指輪とかもさ、うん、あの普段つけてない人もたくさんいるしさ、うんうん、別にほらお互いのね、うん、そのなんていうの、まあ、記念として買ったようなやつだからさ、うん、別になくしたとかじゃないしね。うんうん。だし、そのあれよ、あの、いや、その人がいたらいいんだよ俺は。いや、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 い
いや、そうよ。そうだよ。そう。で、前ね、翔ちゃんが言ってたんだけどね。うん、いや、なくしたらなくしたら別にいいのよ。また新しく買えばいいからっていう男前なこと、昔言ってたもんね。言ったかな。そうそう。わかんない。人によってすごい思い出の差とかあるかもしれないんだけど。うんうんうん。うん、まあまあ別にいらないものではないけど、うんうん、一緒に買いに行ったし、そんなエピソードがないからさ、指輪のさ。え、そう？あるの？まあだって買った初日さ泣いてたじゃん、嬉しいっつって。ああそういうのもいい思い出だし。あ、まあ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 、でもどっかめちゃくちゃいいホテルの素敵な場所で、うん、とかではないじゃん。まあだからまあいいのだからまあいいの。まあ、はい。というわけでですね、はい、今回は、翔ちゃんに久しぶりにドッキリを仕掛けてみました。まあ、成功、不成功はよくわからん結果となってしまいましたが。成功？まあでもね、翔ちゃんからの愛を再確認させていただいたので、よかったのではないでしょうか。俺がいればいいなって。ありがとうございます。はい、うん、じゃあちょっと指輪はめてくよ。あ、うん、やだなやだなとか言わないの。いや違う、自分によ。ああ、いや、いいよね。うん、いいよ、全然いいよ別に。ほら、はい、うん、もう最後見せとこ、改めてというわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。面白いなと思っていただければ、チャンネル登録と、よかったなって思っていただけたら、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。では、次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。